サッカーを愛する全ての人にエールを送り、岩手のサッカーシーンを熱く盛り上げる。キックオフ岩手。明治安田生命 J3 リーグ19位ギラバンツ北九州をホームに迎えての一戦。スターティングメンバーは前節と2人入れ替え、右サイドに南、ボランチには出場停止から復帰した李四次が入りました。グルージャ最初のチャンスは前半17分、和田が切り返しから左足でミドルシュート。しかしこれはわずかに枠の上。互いに攻め手を欠いて迎えた34分、不用意なパスミスから先制点を献上してしまいます。リードを許したグルージャは後半にオタボーや宮市など攻撃的な選手を投入しゴールを狙いますが、得点を奪えず、ホームで痛い完封負けとなりました。現在の順位表です。グルージャは6勝3分け8敗で14位に後退です。次節は明日夜6時からホーム岩銀スタジアムで15位の YSCC 横浜と対戦します。お知らせの後は J リーグチームが沿岸で地域貢献活動。先月25日山田町町民総合運動公園で J1 横浜 F マリノス主催のサッカー教室が開催されました。横浜 F マリノスは2011年の東日本大震災の後、心のケアを目的にサッカーを通じた訪問・交流を山田町、宮城県東松島市で続けています。山田町では2012年から活動を始め、今年で11回目の訪問となります。山田町出身です。ぜひ今日楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。マリノスチームスタッフで山田町出身の佐々木真一さん、ふるさと復興への思いがサッカー教室の開催につながりました。2011年の震災があったときに、私のふるさとが被災したということもあって、何ができるのかな、何がやっていけるのかなというところで、いろいろ考えたときにクラブのスタッフから、それであればみんなで山田町に行ってサッカーで元気を提供してこようよって言ってくれたんですよ。それでじゃあやってみようかというのが始まりですね。この日参加したのは山田町のジュニアサッカーチーム FC 山田ベルエーニをはじめ、近隣のサッカーチーム総勢113名が集まりました。指導スタッフの中には元サッカー日本代表で横浜 F マリノスの OB 鳩康弘さんの姿も。現在はチームのアンバサダーを務めています。我々ができることは子どもたちと単純にサッカーを楽しむこと、それが一番のこう 何かを感じ取ってもらうことだと思ったので、もう本当その思いで続けてます。サッカー教室は3つのグループに分かれ楽しく交流しました。6人組一番フェイスです。真ん中の真ん中、真ん中2人、真ん中2人、はい、決まり。特にマリノススタッフとの交流戦は白熱したゲームとなりました。
こうやって僕なんかも引退してやっぱりこう十何年経つんですけど、やっぱこうやって触れ合えてハトコーチ、ポッポコーチってこうやって言ってくれることが僕もやっぱり気概じゃないですけど、マリノス携わってすごく嬉しいことなので、楽しみに毎年来てます。今試合やって感想を教えてください。1点取られて悔しかったけど楽しかった。楽しいです。どういうところ楽しいですか？あれ、違うチームと協力してサッカーできることです。すげーぞー。サッカー教室の後はバーベキュー。美味しい？うまい。グッジョブ。柔らかくて美味しい。美味しいお肉を味わいながら交流を楽しみました。2012年の時に来た時からも元気なんですよね。皆さん、子どもたちの皆さん元気で、逆に私たちが元気もらって帰るような感じでした。継続していくことが大切だと思いますし、当時はやっぱり復興支援という形でしたけど、今はもう本当復興応援という形で、お互いがこうすごくなんていうんですかね、山田町の子どもたちも少しでもマリノスを応援していただいたりしてくれればいいし、僕らもやっぱりこう常に一緒だよってことをやっぱずっとこう続けていきたいですよね。続いてはグルージャのサッカー教室。奥州市ふれあい農家公園で、岩手グルージャ盛岡とプランゼージャパン株式会社の共同主催で、5歳から8歳の子どもたちを対象にサッカー教室が開催されました。指導するのは秋田豊社長。ゴールを足で運んでドリブルしましょう。子どもたちにサッカーの楽しさを知ってもらおうと奮闘しました。まあ、一番はやっぱり楽しんでやることがやっぱり上手くなるコツだと思うので、そういうところは本当にみんなね一生懸命やってくれましたね。秋田社長と交流した後は奥州市江差の食材を使ったバーベキュー。美味しいですか？美味しい、美味しい、美味しい。地産地消とサッカーを存分に堪能しました。お知らせの後は一丸トーク。始まりました、天心木村の一丸トーク。イエーイ。違う違う。水野選手、丹野選手、田代選手の3人を迎え、先週からお送りしている新企画一丸トーク。今回は監督やチームメイトについていろいろと語ってもらいましょう。ちなみに結構シーズンも中盤まで入ってきましたけど、監督の印象っていうのはお三方どのように感じていらっしゃいますか？これでもちょっと今後に関わってくる。何を言おうとしてる。今シーズンからチームの指揮を取る松原芳香監督。3人はどんな印象を持っているんでしょうか？いやでも物事はっきりしてるでしょうね。あ、うん、すごい。うんうんうん。でやっぱ本人もサッカーが本当好きだから、うん、もう自分でもやっぱ研究したりとかもしてるし、だからそれをどうにかこう選手に表現してほしい。あ、でもたまに自分が、俺の方がうめえわとかって言ったり、そう言う、俺の方が点取れるよとかって言ったりとか。すげえ、まだまだ心は現役だ。もう俺やりたいんだけどね。そう、すごい。膝悪くてっつって。そこは直じゃないんだよ。ケアしてもらってるもんね。膝ね。知らないです。膝ケアしてもらってるかどうか。でもオンとオフはすごいはっきりしてる方だと思います。ああ、なるほど。サッカーの話もそうですし、ピッチ中外っていうのは、うん、しっかりと区別して、まあね、コミュニケーションはすごく取ってくれる監督だと思います、うん、でやっぱ喋るのも多分吉川さん好きだし、うんうんうん、いろんな話をしてくれる部分は多いかなと思います、ね、うんうん、一回退場ならはったんですか？はい、あの時は何かあったんですか？あそこら辺にはペットボトル置かないように。物を置かないようにとかっていうルールはできますね。吉川さんの周りには置くな。まあ、あればですけど、こう直してほしいところみたいなのが、あれば、例えば俺らはないから、うん、もうないね。でもね、はい、で、あるとしたらもう水野さんしかない、うん、しかない、うん、早々は降りるわけですよ、はい、そっち2人は。
お知らせの後は水野選手が爆弾発言？練習中。それガチね。まああればですけど、こう直してほしいところみたいなのが、ちょっと練習中ストップしすぎかな。ああ、それガチね。そうでしょ。やめたね。結構やなやつ。だからガチな次だったからもう俺それしか出てこない。監督も気になるところですけども、うん、選手のチームメイトの方たちのこう関係性だったり裏話とかいうのをちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、みんな仲いいんじゃないですかね。ああいいですね、はい、だから僕もいろんなチーム行ってきましたけど、うんうん、結構上も下も関係なく仲いいと思います。お三方の世代の先輩って言ったらもう縦の関係めちゃ厳しい時でしたもんね、うん、今やっぱりだいぶちゃいます、緩くなってます。だいぶどころじゃないよね。最年長はもうかなり一番いじられてますもうおじさん呼ばわりおじさん呼ばわり。後輩の方でよくこう絡む方とかって他の選手はいらっしゃいますか？カイリー、シンボカイリーも、うん、まあ、若いですけども、うん、舐めてるんで元気いっぱいでね。元気いっぱいなんで。あールーキー選手の活躍今すごく目立っていますけども、お三方にどのように映っていますか？やっぱり彼らの成長がチームの力になるんで、そこの成長を早めていけるように僕らもサポートしたいし、チームとしてもそういう風になってチームの成長につながればいいなと思って。大卒ルーキーの松原幸喜選手、佐藤美優選手はスタメン出場の機会も増え、グルージャに欠かせない戦力となっています。佐藤選手が点取ってその後 PK も獲得して、あの失敗してしまったシーンもあったんです。その時リー選手とかもすごく熱い言葉をかけてました。その試合中に田代選手もすぐに駆け寄って声かけてた印象あったんですけれども、あのあたりって何どんな言葉をかけてたんですか？ふざけんなって言ったの言ったの、ふざけんなって。そんな風に全く見えなかったですけど、どっち言ってない、言ってない、言ってません。気持ちは、気持ちはそれぐらいの、ふざけんなです。まあでも本当に全然問題ない、こんなんもうよくあるよ。でこっからあのもう一回お前はヒーローになるんだぞっていうことを言いました。終わった後彼はだって言ってましたよ、うんうん、あれ入れたら絶対勝つわ。まあまあまあそれはもう愛です。田代選手結構試合中熱くこう叫んでるイメージありまして、コントロールもすごくされてるイメージありますけど、うん、ゲームキャプテンとしての責任っていうのがあるので、うん、やっぱチームを勝たせるためにこう一つにまとめていくためのこう強い口調だったりとかっていうのも絶対必要なんですよ、うんうんうん、だからそれを全部担ってくれてるし、そのなんかお手本をやってくれてるという感じですかね。へえ、なんかいいですよね、チーム感がなんか少しちょっと僕ら今伝わってきて、あこんな感じなんだろうなみたいな、なんか親しみがちょっと持てたというか。ここでお知らせです。岩手グルージャ盛岡と岩手ビッグブルズによる合同イベントが開催されます。株式会社加賀屋が提供する牛一頭相当の焼肉を両チームの選手たちと楽しめるほか、トークショーや交流イベントなどが予定されています。内容の詳細やチケットの購入方法は岩手グルージャ盛岡または岩手ビッグブルズのホームページをご覧ください。来週のキックオフ岩手はインターハイに出場する遠野高校サッカー部、仙台北上女子サッカー部の特集をお送りします。一丸トークではチーム、サポーターへの熱い思いを語ります。Giant killing.